オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。皆さんおはようございます。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル、朝のニュースでございます。今日はですね、全米デモの黒幕と活動家グレタ、中国米農産品の輸入停止を指示、トランプ擁護のザッカーバーグに、Facebook 社員が反乱でございます。はい、一つ目のニュースです。全米デモの黒幕と、活動家グレタと、まあこれ昨日もやりましたけれども、アメリカのですねミネソタ州ミネアポリスで、黒人男性が、警官に首を圧迫され死亡した事件への抗議をですね、きっかけにデモが全米に広がっています。これがものすごい勢いでして、これをきっかけにですね、デモが全米に広がりまして、一時ですね、トランプ大統領はホワイトハウスの地下壕に家族と共に退避する事態になったと、いうことでですね、まあ本当に騒乱状態ですね。全米でデモに乗じた略奪なども起こっているようなですね、極めて、まあ、もはやデモを超えた暴動騒乱状態になっています。昨日も言いましたけれども、まあ、トランプ大統領は極左集団アンティファなどがですね、暴動の背後にいるとし、アンティファをテロ組織認定すると宣言しましたが、これ近年話題のですね、環境活動家のグレタ、トゥーンベリ氏ですね、彼女が、まあ、このアンティファの T シャツを着ているというのでですね、これネット上で話題になっているんですけれども、本人はですね、まあ、借りたと発言しているんです。まあ、借りようがですね、買おうが、別にグレタ氏がですね、アンティファに入っているわけではないんだと思うんですね。ただですね、問題はですね、そういうことではないんですね。まあ、近いということがですね、もう問題なんですね。アンティファやですね、活動家グレタ氏のバックにいるのはですね、僕はもうかつてのコミンテルンだと、思ってます。まあ、これはちょっと証明のしようがありませんが、僕はこう考えています。昨日も言いましたけど、大規模デモは必ず資本家が誘導しています。今回のデモにですね、反トランプのソロスはですね、資金を投入すると思います。もうしてる可能性は高いです。また中国もですね、当然トランプ政権と今やり合ってますから、当然介入してきますよね。これほど大規模なデモがですね、自然にはですね起こらないですね。必ず資本家の誘導があるということです。今ですね、世界中の諜報機関が SNS 上にですね、偽アカウントを作り世論誘導合戦を行っています。SNS 上で声が広がりデモになったというのはですね、これそういう体であってですね、もう意図的に世論誘導がなされた結果です。デモはですね、正義のために行われているものでは、基本的にはありません。ごく小さいものはですね、そういう純粋な正義感の方もいらっしゃると思いますが、大規模デモはですね、単純にメディア戦略ですね。お互いの組織の利権争いの道具です。デモという、メディアプロパガンダですね。旧コミンテルンの極左がですね、まあ今回のアンティファですね、がこの旧コミンテルンがですね、反トランプを煽ると、なんとこれはですね、反対側でトランプ支持者も結束して盛り上がるんですね。ここがポイントなんですね。右派と左派を意図的に作ってきたのはですね、結局国際金融資本家ですね。でもトランプはですね、最近何度も言っていますが、超ユダヤ教優遇ですね。イバンカはユダヤ教に改宗までしていますね。トランプのバックはですね、ロスチャイルドとか国際金融資本家であることはですね、まあ、ほぼ明白なわけですね。この黒い帽子をかぶっている人たちが正統派ユダヤ教の人たちですね。別にトランプがですね、まあ、善意から特定の宗教をなんか支持しているということではないですね。お金もらっていると。
支持してもらってるからやむを得ない、まあ、そういうことですね。利権争いです、ただの。で、アンティファのバックがですね、旧コミンテルン系だとするとですね、国際金融資本ですね、コミンテルン作ったのはですね、共産主義、コミンテルンを作ったのはボリシェビキ、ユダヤ人ですね。そこに資金投入したのはロックフェラー、ロスチャイルド、モルガンですね。国際金融資本ですね。トランプのバックですね、ユダヤ系の資金ですね、かつユダヤ教、正統派の人たちですね。ロスチャイルドですね。国際金融資本ですね。一緒ですね。グレタを応援する、まあ、環境左翼の人たちがいますね。また、中国を叩きたいから、叩きながらトランプを応援する人たちがいますね。これ結局、後ろは全部国際金融資本のメディア操作ですよね。まんまと載せられているんですね。グレタを叩く人がですね、トランプを支持したりしますね。まあ、マッチポンプですね。それに載せられてはダメですよ、ということです。しかし厄介なのはですね、まあ、厄介なのを分かっていてやってるんですが、今回のデモはですね、黒人の人たちやヒスパニックの人たちなど米国のマイノリティの人たちが、怒りや憤りを感じているという事実があるわけです、社会的にですね。それを活動家や資本家が煽っているわけですね。しかしこの怒り歪みは現実にあるものなんです。それを勘違いするとですね、またとてつもなくややこしいことになるんですね。でも、この歪み作ってる人たち誰ですか？資本家ですよね。だから、マッチポンプを仕掛けるですね、一番の意図は、本当の敵が見えないようにするために、わざわざマッチポンプをやっているんですね。で、今回、トランプはですね、対応を間違いましたね。すごく間違いました。まず、トランプはですね、謝るべきでした。不幸な皆さんが生まれているのは大統領である私のせいだと、これを言うべきでしたね。実際そうです。トップに立つというのはそういうことですね。黒人やヒスパニックの系の人たちがですね、社会の歪みによってですね、すごく、まあ、不幸な目に遭っているというのはですね、これはまあ、疑いもない事実なわけですけれども、それは、私が大統領なんだから私のせいだと、まず宣言し、でも、暴力的なことは、良くないと、言ってですね、行くしかなかったわけですね。しかし、まずスタートの仕方を完全に間違えましたね。デモへの対処を完全に間違えました。アンティファを批判してもですね、もう仕方ないんですね。一般人にですね、極左勢力がとかって言ってもですね、わかりません。そんなの。そんなのアンティファを批判してもですね、それごく狭い業界においてのですね、まあ、なんか自己満足にしかならないわけですね。で、軍でデモを鎮圧するってやっちゃってるんですね。これ、もう完全に火に油を注ぎますね。当然、民主党勢力はトランプと対抗しているわけですから、デモを煽ってきますよね。特に今回黒人の人たちがですね、まあ、黒人の方が、白人の警官によって死亡させられたということからのですね、話ですから、当然黒人の人たちは今、まあ、もともと社会の不条理を感じていますから、それは煽ってくるわけですよね。しかも民主党にはですね、まあ、オバマ元大統領がいるわけですね。黒人の大統領だった。それはオバマとかも出てきてですね、今のトランプのあり方はどうかと思うみたいなことを、まあ今も言ってますし、それどんどんやるわけですよね。これやられたらですね、トランプ支持下がり続けるしかないんですね、この感じで言うと。トランプの人生観はですね、それはもうお年ですし、今更変えられないと思いますが、政治的指導者としての資質がないと、僕は思います。今回の対応を見てても特に思います。もうトップはですね、嘘でもいいので、まあ嘘ではいけないんですけど、嘘でもいいので民に寄り添おうという姿勢がですね、そんなもん必要なんですね。特に民主主義ですから、今王政ではありませんから、皆さんの一票でですね、
まあ大統領になっているわけですから、難しいんですけれども、どのようなマイナーな人たちに対してもですね、切り捨てるという姿勢はダメなんです。それが、まあ政治的指導者の、まあ立場だと思います。それと全く真逆なことをですね、今回のデモでもうエントリーでやっちゃってますから、これしばらくどうしようもなく収まらないと思います。はい。次のニュースでございます。中国、米農産品の輸入停止を指示。米中問題ですね。中国が香港への国家安全法の導入を決めたことに対して、米国は中国に経済制裁を表明しました。さらにその報復としてですね、中国は中国国有企業に対して米の大豆、豚肉のですね、輸入を停止することを指示したということです。これ品目がですね、相当メジャーなものですね。中国にとってものすごく大事なものをですね、アメリカから買うなと、一応国有企業には通達を出したということでですね、まあ、中国もそれなりに本気で怒っているようです。米国の貿易関係者らの取材によるとですね、中国企業は、1日の時点では、大豆類最低18万トンをですね、アメリカから購入しているようです。しかし出荷はですね、10月か11月ということでですね、まあ、これが、まあ、キャンセルになるのかどうかは、まあ、まだわかりませんが、現時点で言うとですね、中国は、アメリカの大豆を必要としているということも事実なんですね。まあ、中国の当局はですね、国有企業であったとしても、それはまあ、貿易戦争ですから、やめろと指示を出しているわけですが、現場としてはですね、まあ一旦今購入しているものもあるので、まあ混乱がこれから起こっていきそうだということです。そしてすでにですね、米国産のトウモロコシや麺の大規模な輸入はですね、中国に保留されております。すでにですね、大豆の前にですね、トウモロコシとか麺とかはですね、もう輸入が禁止の方向になっていると。トランプの支持層にはですね、農業者も多数います。まあ、今回はですね、これ、米中通商合意第1弾ということにも関係しているものですけれども、この第1弾を破棄するぞということを中国は、言及しております。そうなればですね、トランプ政権は、まあ、農産物が例えば売れなくなるとかっていうことになるとですね、支持者を減らす可能性があるわけですね。これ、振り上げた。まあ、米中ともにですけれども、振り上げた拳のですね、どこに下ろすか、それがですね、難しい局面が、深まっていると、そのような状況です。はい。三つ目のニュースです。トランプ擁護のザッカーバーグに Facebook 社員が反乱と、いうことで、そもそもですね、この Facebook とのやり取りの前にですね、ここ2週間ほど Twitter 社とトランプ大統領の間でですね、対立が鮮明になっていたわけなんですけれども、これに対して Facebook はですね、ザッカーバーグ CEO がトランプ寄りの姿勢を示しているということに対してですね、社員幹部から相次いでマークザッカーバーグですから、マークは間違っているという声がですね、公式に上がっていると。それぞれの幹部陣がですね、ディレクターとかがですね、Facebook ではなくなんなら Twitter とかに投稿したりしてですね、まあ、ザッカーバーグ間違ってるよ、という声が相次いでいるということです。ここでポイントはですね、そもそもザッカーバーグがですね、おそらく隠れトランプ支持者だというふうに、思われます。取締役のピーター・ティール、Facebook のですね、彼は、まあ、明らかにトランプ支持者ですね。また、ザッカーバーグはですね、ユダヤ系の家系ですね。ユダヤ系の、超優遇のトランプとですね、ユダヤ系コミュニティでのつながりがあってもおかしくないということでですね、二人は仲良しなんですね。また29日に、トランプとザッカーバーグはわざわざ電話会談までしておりですね、まあ、本当に超仲良しですね。今回ツイッター社が問題にしたのはですね、黒人殺害事件に関する全米デモに関してですね、トランプが州兵を送り込む、略奪が始まれば発砲が始まる、あ、
発砲、すいません、発砲集になってますね。鉄砲の発砲ですね。が始まると、ツイートが、暴力を賛美する内容としてですね、ツイッターで警告を出していました。しかし、それに対してですね、ザッカーバーグ、フェイスブックの方はですね、そんなことはしないよということでトランプを擁護したということで、ツイッター、フェイスブックの対応の違いが、鮮明になったという、話なんですが、これも気になる話で、以前にニュースで紹介したんですけど、このチャンネルでも、2020年の1月23日に、ジョージ・ソロスはダボス会議にてですね、こう言っています。トランプ氏とフェイスブックの間には一種の非公式な助け合いまたは合意のようなものができつつあると思う。フェイスブックはトランプ氏を再選させるために協力し、トランプ氏はフェイスブックを守ろうとするため、この状況を変えることができず、2020年の大統領選の結果を非常に心配していると発言しています。ソロスはですね、スーパー民主党支持の人ですね、トランプとは対立しています。このソロスから見てもですね、なぜだかザッカーバーグとトランプがですね、まあ、以前より近いし、今回の動きを見てもですね、どうやら支持者らしいということをですね、危惧するよという声が上がっています。まあ、またですね、Facebook はですね、リブラの件でですね、国際金融資本をですね、敵対するような状態になってしまっていて、どちらかというと多分民主党とですね、揉めているんだと思うんですけど、それもあるから、トランプとですね、まあ、結果的にもう近づくしかない、みたいな状況になっていると、そういう事情もあるかと思います。はい。その他のニュースです。ムーディーズは、格付け会社のムーディーズは、インドの信用格付けを投資適格で最も低い BAA3 に、引き上げたと、引き下げたということです。また、見通しはですね、ネガティブということで、まあ、かなり悪い、格付けになってしまっています。同じく格付け会社の S&P はすでにですね、以前から、BBB- に、しています。これも、投資適格と投資不適格。投資不適格というのはジャンク債ですね。ジャンク債になる、一歩手前の水準にですね、両者ともなってしまっているということです。経済発展有望なインドではありますけれども、コロナ禍のですね、ダメージがインド大きいです。今もですね、感染拡大はもう爆発的に広がっていて全然収まりません。そういうこともですね、信用格付け低下に影響しているものと思われます。コロナの持続化給付金の業務が769億円で、社団法人のサービスデザイン推進協会というところに、投げられました。ここは電通パソナトランスコスモスなどが設立した団体であって、そこを通して、749億円で電通に再委託されていたということが分かりました。おいおいおい、中抜きじゃないかと批判を受けていますということです。実際、中抜きでしょう。まあ、こういうですね、まあ、業務をですね、今回突発的な事項でですから、国や、まあ、政府もですね、まあ、政府や行政も手が足りてないから、民間に委託するということはですね、別にいいことだと思うんですけれども、まあ、この、なんか、顔ぶれが悪いですね。電通、パソナ、トランスコスモス、もうなんか、悪い人の権限みたいなね。まあ、もうそれだったら国が直接電通に委託したらいいんじゃないと、ここで入札したらいいんじゃないと。このなんとか協会っていうのはですね、利権団体でしょと。さらにここに天下りとか行くんでしょと、いうことでですね、批判をされていますし、こんなことやめるべきだと思います。韓国ムンジェイン大統領1日に、トランプ大統領と電話会談を行い、トランプが韓国を G7 首脳会議に招待したということをですね、歓迎感謝すると、喜んだということです。これはですね、聞いてさぞ中国はですね、ぶち切れているに違いないなと思います。G7 にですね、今回トランプの案としてはロシア、インド、オーストラリア、韓国を呼んでですね、 G11 にしてはどうかという構想を打ち出していますが、さあどうなるんでしょうか。特にロシアなんかはですね、ロシアの参加とかはですね、クリミア問題もありますので、ヨーロッパ勢が反対するんじゃないかなというふうに思いますし、
まあ、トランプとしてはですね、中国を包囲したいということで G11 ということなんだと思うんですが、まあ、それに対してですね、韓国のムン・ジェイン大統領は、なんか素直に嬉しそうだと。なかなか、まあ、韓国という国は、まあ、中国と、まあ、日本もそうですし、まあ、常に間に挟まれてですね、どっちにつくんだということを迫られてきたですね、まあ、そういう文化がある国でございますが、今回も中国か米国かどっちか選べということをですね、これからまた突きつけられていきですね、大変そうだなとは思います。はい、私たちオリーブの木は、政党でございます。経済政策、特に、金融制度、中央銀行制度の抜本的見直しをしなければ、世の中は変わらないということを訴えております。具体的にはですね、ここに挙げているような、政策なんですけれども、今日赤くしておりますのは、MMT 現代貨幣理論は金融緩和であり、かつ財政ファイナンスなのでダメですよということをですね、繰り返し訴えております。そもそも MMT はですね、金融緩和なんですね。金融政策と財政政策というのがあるんですけれども、金融も緩和する、財政も緩和するというのがですね、MMT なんですね。それをやるとですね、まあ、インフレになるリスクがあるんですけれども、まあ、そもそもですね、MMT 自体が強制インフレ政策なんですね。強制的にインフレを起こすことによってですね、財源を作っていこうという政策なんですが、強制的にインフレを起こしてですね、失敗する可能性があるんですね。失敗した時にですね、リスクを背負うのは未来の若い人たちなんですね。僕が MMT はダメだと言っているのはですね、やはりその点なんです。常に何でもですね、新しい政策を実行すればですね、副作用が起こるんですね。その副作用はですね、基本的には、現世代の中で、まあ、責任を取るべきなんです。将来に問題を先送りする。今までのですね、日本の赤字国債を増発して、あまり、戦略もなくですね、だらだらと国民にお金を配ってきた、そのような事態がですね、結果として国際競争力も落とす、稼ぐ力が落ちる、少子高齢化が進む、何のいい状況も作ってこなかったんですね。問題を先送りにしてきた今までの自民党、日本の政権、この MMT の金融緩和、財政緩和、これどちらかというとですね、まあ、左派ポピュリズムの、カテゴリーに入るわけですけれども、まあ、要するにですね、まあ、いいことばっかり言ってですね、まあ、民主党の時と同じですね、できないということなんですね。できないです。また、リスクを、将来の若い世代に先送りすることは絶対にダメだということでですね、僕たちは反対しております。そうではなく、今金融資産を日本はもうしこたま持っているんだから、金融資産に課税すれば、これ現段階、現世代の人たちがですね、責任を取って若い世代に予算を作っていくことができると、そうすべきだと訴えております。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。オリーブの木、朝霞市議会議員の富山真紀議員の富山木チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで、今日も一日頑張りましょう。黒川敦彦でございました。オリーブ誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。